村ひなの選手対小西七海選手です。今日ひなのちゃんがお誕生日なんですよ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。もうこれはちょっと優勝したいですね。そうですね、誕生日パワーでどうにか勝ちたいなって。自分で勝ってね、花添えたいですね。そうですね、はい、小5と小6の時に卓球大会に出たことがあるので、ちょっと今回は頑張って勝ちたいと思います。なんとすごい暴露がここで飛び出しましたね。上村対小西の対決となります。1回戦独特では水谷さんお願いします。ラボール、上村のサーブ、小西がレシーブで取りました。小西のサーブ、おー、いいレシーブです。小西のサーブ、おー、いいレシーブです。上村、いいレシーブが続いてますね。ナイスレシーブ。あっと、すごい強かった。ネットを越えませんでした。いいラリーでした。上村がここで1点リード。ついている、いいラリーだが小西がここで取りました。3対3の同点。いいラリーですね。誕生日なので勝たせてくれ。 お願いです。ナイスボール、ギリギリ入った。勝たせていただきます。4期生小西が勝利を収めたということで、5対3で小西選手の勝利です。応援の方で発揮したいと思います。はい、56年ぶりの全種目メダル、そして金メダルへ。世界卓球、5月21日から連日生中継。一緒に照らそう世界卓球、全力応援。